What's up? 編録 TV! ご視聴ありがとうございます、今日はですね、鎌倉に来てるんですけども、めちゃくちゃ今日は天気がいいです。で、今日はですね、皆さんにですね、コラボ企画ということで、ちょっと今日はいつもと違った、形で皆さんにご紹介したいと思うんですけれども、まあ、実はここ、新築で、バケーションレンタル一棟貸しの建物を今回作らせてもらったんですけども、まあ、今回、まあ、僕の知人でもあるプロサーファーでもありプロの塗装職人でもあるんですけれども、実は有名人とコラボしたんで今日はちょっと皆さんにご紹介したいと思います。じゃあ、お願いします。こんにちは。久米塗装の久米平です。よろしくお願いします。プロサーファーの久米さんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日は、サーフボードを置いて、はい、ハケとローラーとっていう形で出演させていただきたいんですけれども、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ちょっと自己紹介いいですか？もちろんです。自己紹介。久米塗装っていう塗装会社やらせていただいていまして、傍らでプロサーファーとしても活動しています。メディアプロとして活動してるんですけど、YouTube チャンネル、チャンネルクメブローズっていうのを兄弟でやってるメディアプロ。そうですね。はい、プロサワーです。よろしくお願いします。今回はこのプロジェクト参加させていただいてありがとうございました。とんでもないです、とんでもないです。いや、もう最高です。2度目の出演。実はね、2回目なんですよ。はい。本当嬉しく。以前は、もともとね、久米さんも僕の住んでる茅ヶ崎のご出身で、はい、今でも茅ヶ崎のご在住なんですけれども、まあ、ご近所さんっていうのもあって、はい。はい、で、そこで、茅ヶ崎で作らせたご自宅のガレージの時に、はい。参加していただいて、はい、でそこで塗装をね、そうなんですご教授いただきながらみんなで仕上げたっていう企画があるんで、ぜひ概要欄に貼ってあるんで、はい、皆さん見てみてください。もうそのご縁のおかげでまたこうやってお仕事一緒にさせてもらえるっていうのはもう我々としても本当に光栄で、こちらこそです、はいはい、もう最高のパフォーマンスでやらせていただきました。ありがとうございました。でおかげでかなり素敵に仕上がったんで、そうですね、ちょっと、はい、一緒に今日は、はい、こだわりの部分とかも紹介させていただけますかね、はい、ちょっと見に行きましょうか。僕もちょっと岩切さんにここどういうふうに思いで作ったんですかなんて、はい、もうちょっと行っていきたいなというふうに思っていますので楽しみです。今ね撮影をしながらなんですけど、結構後ろ車通るんで、はい、なかなか撮影しにくい場所でもあるんですけれども、ここはね鎌倉の長谷というね、はい、ところで由比ヶ浜がもう、そうですね、目の前でここがサーフポイントですよね、はい、そうですね、はい、夏なんかだと海水浴のお客さんだったりとかもたくさんいらっしゃって、うん、まあ、鎌倉の八幡宮だったりも近いですし、最高な場所ですね。そうですね、はい、外国人のインバウンドの方もすごい来られてるし、まあ、全国からもねここを泊まりに来ていただいて、はい、まあ、宿泊して、はい、まあすぐもうビーチなんで、はい、まあ、そこで海水浴、はい、サーフィン、そうですね、もできるし、はい、波はね普段ねそんなに立たないと、そうですね、ビギナーの方だったりとか家族で来られたサーファーの方たちも楽しめるような遠浅なポイントですので、そういった方々に楽しんでもらえると思います、ね、はい、はい、ぜひチェックしてみてください、はいはい、で実は外壁も塗装してもらってる部分が あるんですね、はい、はい、でどこでしょう、はい、このレッドシダーで、お、作られたノック天井とこの壁板なんですけど、はい、まあ、ここを塗装させていただきました。なかなかね、はい、外壁に木部使うっていうのはね、そうですね、はい、塗装するっていうのはやっぱり絶対必要なことになると思うんですよね。やっぱり雨だったりとか、はい、太陽光紫外線だったりとかの保護するためにもやっぱり塗装っていうのはかなりマストなので、はい、やっぱこのレッドシダーの木の色をこう生かしたほんとオイルステンもこう切り味立てでやってるので、はい、レッドシダーの色がこう全面に引き出てくるような施工をしてます、はい、はい、ありがとうございます。若干こう触れないのが残念なんですけど、まあ、あそこのベランダに出ていただいて壁触るとかあるんですけど、結構下地処理も綺麗にやってるんでこうザラザラ感とかなく、なるほど、はいはい、ナチュラルな手触りになってる感じです。ありがとうございます。でここの概要をご説明するとこは3階建てに、はいはい、なります。そうですね、で1階が玄関 で、はい、で2階が個室と水回り、うん、で3階が、ラウンジリビングとバルコニーがあるっていうような、うん、スペースになります、はい、でもこのレッドシダーのこの木の色が合うような外壁のこの白だったりとか、あとはこの玄関のこの水色が特にアクセントになって、ね、玄関ドアのこの水色がこうリゾート感を、はい、本当そうですね、由比ヶ浜のこの土地にぴったりな感じに、そうですね、やってますよね。まあ、あとは定番の花ブロックだったりだとか、はい、
ラップサイディングとかを入れさせてもらってるっていう形ですね。やっぱりここにこう水色を入れるっていうのはやっぱこう、そのカリフォルニアのこうビーチテイストみたいな感じ、そうですね、なのでこういう色合いがここにアクセントで、まあ、やっぱりこう海っていうとやっぱりこう、はい、マリンブルーとかエメラルドブルーとか、なんかそういうイメージがあるんですけれど、今回は、色のトーンを少し抑えながら大人っぽくプレーンな感じの色の調整をしながら、はい、そんなにこう派手じゃないというか、なるほど、いうような色の調整で組み合わせていったっていう形です、ね、確かにここ薄い色のがこうちょっと落ち着いた感じの目ありますもんね、はい、そうですね、はいはい、であと外で行くと、あと外にも外部シャワーがあったりとか実はしていて、はい、でここでそのままサーフボード借りて海入って帰ってきて、でここで外シャワーを浴びて中へ入っていくっていうような動線にもなってるっていう形なんですね、はい、まさにこう波乗りするしに来るお客様にもぴったりな最高だと思います。はい、あの玄関の方行ってみます。で入り口は、こういうテンキーの、番号になるんで、まあ、これを番号を押してもらって開けていただくっていう形になります。でちなみにここは、建物の屋号はこちらになります。鎌倉坂の下2737ビーチハウス、ちょっと長いですけど、まあ、坂の下2737ですね、っていう屋号の建物になります。でこのロゴのデザインも鎌倉の樋口さんっていうイラストレーターのデザイナーの方にデザイン してもらったっていうこだわりもありますね、はい、めちゃめちゃ可愛い、可愛いですよね、はいはい、で中にイラストもあるんで、じゃあ中入ってみましょう。お邪魔します。どうぞ。はい、でこちらが玄関ホールになります。でこちらの玄関ホールもいろいろと機能が実はあって、でここにボードロッカーがあったりだとか、まあ、収納があったりだとかで、泊まりに来ていただいた方はここを入っていただいて靴を脱いでいただいて、でこちらが受付のレセプションになっていて、まあ、ここでも泊まれる部屋になっているんですけれども、ここから上に上がっていただくっていう形になります。であと洗面とトイレとっていう形でスペースになってます、はい、でここは、まあ玄関土間になってるんで、まあ、ここで砂とか水が濡れても平気なようなスペースになっているっていう形ですね。こんだけ広いとあれですよね、海に入ってこうボード、大きなボードロングボードだったり持ってても取り回しが楽でいい、ね、そうなんですよ、そういうとこも考えて、羨ましいです、この広い土間が、はい、スペースが、はい、あとやっぱりこう旅をしてくる方々っ て大きいスーツケースとか、あーなるほど、荷物が多いので、はい、まあ、入り口を広くして、なるほど、で一旦ここのレセプションのスペースで物を広げたりとかして整理をして上に上がっていただくというふうにも考えているそれはやりやすいですね、大きい荷物は、はい、じゃあこちらのレセプションからこのドアも塗っていただいたんですね。そうなんですよ、はい、あの黒に塗り替えて、そうですね、はい、やっぱりこう岩切さんのこう最初の提案がこうスペースがこう完全にこうしっかり分かれているというか、こうそこにイメージがちゃんとあったので、うん、ここは黒っていう感じであの お話しいただいてたので枠だったり全部ありがとうございます、はい、で艶消しをあの使用させていただいてる、そうですね、はい、やっぱりこう枠とか扉も塗っていただいたんですけど、はい、すごいこう丁寧に塗っていただいて、さすが職人だなっていう、やっぱ肌触りっていうのがやっぱり下地処理で、うん、変わってくるので、はい、そこら辺をこだわってやらせていただいてます。この辺りもね実際に見て、そうですね、見に来ていただいてね、見ていただきたいですね、はい、でこちらがレセプションスペースになります、まあ、レセプションといっても、まあ、ここでソファーベッドがあって、ここでちょっとこう休憩をして、受付をしてもらって、うん、で、泊まることも可能で仕事をしたりとかっていうスペースにもなっているので、まあ、こういったの広いスペースを用意しているっていう形ですね、はい、実際塗装してる時ってこうクロスだったりとか家具だったりとかない状態じゃないですか、うんうん、なのでこれがどういうふうにこう変わってくるんだろうっていう感じのすごく興味あったんですけど、めちゃくちゃいいっすね。ありがとうございます。あの色合いだったりとか、やっぱりこの黒と白でどういうふうになってくるんだろうみたいな。ですよね、はい。ドアは黒で、この枠だったりこう見切り縁は白で、こういう感じになるんだろうなと思ってたんですけど、やっぱこのグレーと水色と、そうですね、まとまりが素晴らしいです。だからインテリアとか壁紙が貼られる前までしかね、はい、現場入られないんで、そこのイメージが湧かないですよね。そうなんですよ、はい、こういう風になるんですね。実はあのここの塗っていただいたここの見切りの部分と、はい、上と下って若干色を変えてるんですよ。なるほど、はい、でそこで、はいはい、あの部屋のこうあの
奥行き感というか高さ加減とかも少し変えながらグラデーションにこう移動していたりしてるんですよね。本当ですね。わかります、はい、でそこでちょっとこう質を上げてるという工夫もあるんですよね。そういうテクニックが隠されてるわけです、はい、でもこういうのってやっぱりあれなんですか、もうこの色を決めた時点で家具とかの色だったりとか全部もうあらかじめに決めとくもの、ある程度は決めといて、でアクセントでこうクッションとかで色を入れたり、あとカーテンで色を入れたりっていう風にして、あとアートを落とし込んだりとかして、はいはいはい、全体のトーンのバランスを整えていくっていう風にしていくっていう感じです。正直こういいものができても家具だったりとか自分たちで決めるとそこでなんかこうバラバラになっちゃったりとかしやすいじゃないですか。そうなんです。そこまでこうプロデュースしてもらえるといいっすね。やっぱり建物って箱だけじゃなくて、うん、中のインテリアとか外の外構植栽とかも最初にイメージしながら作らないと、うん、やっぱりこうちぐはぐになっちゃったりとか、はいはいはい、ゴール地点が見えなくなって結局残念な仕上げになっちゃうんで、うん、まあ、そこをイメージしながら仕上げていくってことが結構大事、ね、なるほど、はい、じゃあ他の部屋も行ってみましょう、はい、でこちらが洗面台ですね。この洗面台のポイントとしては、このブルーと、ナチュラルのカラーの組み合わせのコンビネーションでまとめさせてもらってるっていう形です。でここの目的としては、まあ、実際にこのお家に入られた時に、まあ戻られた時に手を洗ったり、まあ、顔を洗ったり、まあ、下で泊まれる方が、まあ、歯を磨いたりっていうようなするようなスペースになってるっていう形です。であとこちらがレストルームって書いてあるんですけど、実はこのレストルームっていうのも僕はデザインしたロゴなんですけど、それをカッティングシートで貼らせてもらったんですけども、まあ、ここの塗装も久米さんにやっていただいて、で中のトイレはまあこのような形で、まあ、階段下を利用したスペースになっているっていう形ですね。でここは、ポイントとしては、この腰から下の、壁紙、これガラクロスなんですけども、まあ、こういうアクセントクロスと、で床がこれ CF シートなんですけれども、まあ、そういう石風のものをこう貼らせてもらって、で、まあ、コストを抑えながら、インパクトを出すデザインにしたりとか、使い勝手もよく、まあ、掃除もしやすいスペースになっているという形ですね。はい。じゃあ、上に行ってみましょう。こちらが2階のスペースになっているんですけども、こちらに2部屋、お泊まりできる、泊まれるスペースが実はあって、で部屋の名前がとテイストが実は2つともこう違っていて、禅っていうスペースと海っていうスペースが実はあります。禅っていうのはどう和風テイストの禅ですね。で海はまあビーチというイメージで、うん、名前を変えていて、で、このドアとかも久米さんに塗ってもらっているという形ですね。はい、はい、じゃあ禅から行きましょう。うわー、すげえ。はい、こちらがですね、全スペースになります。で、ここは特徴としては、はい、小上がりスペース、要は畳スペースの上に、うん、マットレスを敷いた、まあ、ゆったりしたラグジュアリーな、和洋折衷のスペースっていうのがコンセプトになっていて、うん、で、正面にこうアクセントにこうオーク棒っていう、はい、プレーリーホームさんの棒を使ってるっていう形なんですけど、はい、これも塗っていただいたんですよ。塗りました。これは、はい、目地が入ってこう隙間があるんで、はい、大変なんですよ塗装するのが。はい、ありがとうございます。なんですけどやっぱりこう塗装ってこう保護だったりとか見た目だったりとかももちろん重要なんですけど、やっぱとにかく触った時にどう感じてもらえるかっていうところがやっぱり僕らとしても一番こだわったところで、これはスプレーで吹き付けしてこうザラザラにならないようになるべく木の質感だったりあったかみを出せるように塗装したので、ぜひちょっと触ってもらいたいですね。触ってみよう。はい、ぜひ触ってください。ツルツルに。あー、はい、本当だ。やっぱここがこうザラザラしてるとそこでこう作り物感だったりとかが出ちゃうので、それを、はい、スプレーでやることによって、はい、これはね、いい塗装屋さんの仕事です。何度もこうペーパーかけて手間をかけてるのが伝わってきますね。結構大変でしただけどやっぱりこういうところにやっぱこだわり持ってやることが、うん、まあ、一番僕らと楽しいんで、はい、ありがとうございます。ただ完成した時にあ、こうなったんだって感じなんですよ本当に。先ほども下で言ったんですけど、はい、全然違うんで、こっち見てもらった時にびっくりすると思うんですけど、
僕ら塗装してる時これどうなるんだろうこっちとこっちみたいな、なるほど、はい、感じだったんですけど、びっくりしてます今、まだ見えてないと思うんですけど、そうですね、こっち側やばいです、はい、じゃあ海という部屋に行きましょう。でこちら側は、まあ、こういったようなスペースになりますね。海をコンセプトに、まあ、海が、まあ、見えてるんですけどね、はい、窓からね。で壁紙が結構ここがインパクトになっていて、でここは、まあフローリングに、まあ、ベッドを置くっていうような、まあ、洋間のスペースになっているんですけども、まあ、ここにこういったようなアクセントクロスを貼らせていただいて、リゾート感を出しているっていう形です。ガラッとこのクロスがこの感じになるだけでもう全然変わりますよ ね、インパクトは違いますよね、はい、これってなんかこっちもこの敷居隔てて全くコンセプトを変えたっていうのは、うん、どういう岩切さんにこう思いがあるんですか？そうですね、基本的には、こういうふうに間仕切りで仕切れるようにはなっているんですけども、はい、まあ、202部屋作るんであれば、はい、やっぱりこう楽しめた方がいいよねっていうところと、はいはい、やっぱりこう来られた時に、みんなでこう楽しむスペースにもなりながら、まあ、でも、ちょっとこう落ち着いた感じと洋間のちょっとカジュアルな感じっていうふうに、まあ、お好みもあったり、まあ、日によってこう変えたりとかいうふうにして、まあ、楽しめるような、まあ、スペースにしているっていうのがポイントです。でも色のトーンは一緒なんですが、はい、白を基調にナチュラルカラーでトーンを合わせてるので、まあ、言うほどそこまでこう違うっていうわけじゃないんですけども、まあ、スタイルがちょっと若干変えてるって形ですね。ワクワクしますもんね、はい、こっち開けてこれでこっち開けてこの感じだとワクワクしますもんね。まあ、普通の家にっていうか普通の泊まるところにあんまりないスペースですよね。そうですね、僕とまあ弟で今YouTube やってるんですけど、はい、絶対好み分かれますね。ああ僕多分こっち弟こっちやったそういうなんかね面白い感じもできますもんね。お客さんに来ていただきたい方には、はい、はい、まあそういう風に楽しんでいただいてもいいんじゃないかなと思います。すげえ、はい、であとこちらはね、まあ、間接照明とかも入れてるんで、はい、少しこうラグジュアリーな感じも出してるっていう形ですね、うん、夜も楽しんでいただけるかなと、はい。であとこちらに、またトーンを少し変えたモノトーンなスペースの水回りが実はあって、はい、でここはパウダールーム、まあ、このドアも塗装していただいたんですけども、はい、黒で、で、ハンガーレールっていう形で、まあ、ハンガードアにしているっていう形ですね。で、この中はモノトーンのスペースにした、洗面スペース、洗面脱衣室とあとお風呂場があるっていうような形なんですね。あと洗濯機も、用意されているので、まあ、長期で宿泊される方も、まあ、ここで洗濯をして、過ごされることもできるっていうような形ですね。でここのスペースも久米さん塗装していただいて枠とか、まあ、そういったところを、まあ、仕上げてもらったっていう形ですね、まあ、あとはね床がタイル使って、特徴的ですよね。そうなんですよ、このヘキサゴンつって八角形、はい、六角形かの、タイルを貼ったり、あとこうメトロタイルっていう、まあ、地下鉄のタイルを貼ったりとかして、はい、まあ、アクセントを出しているっていう形ですね。やっぱ全然こうタイル変えるだけでまた雰囲気がもうガラッと変わりますよね。全然変わりますね、質感が上がるし、はい、はい、面白いですね。やっぱこうちょっと変えただけでこう雰囲気がガラッと変わるんですけど、うん、はい、まあコストもね若干上がるんですけど、まあ、数万円の差なんで、だったらもう面積ほらそんな大きくないから、だったらもう思い切ってコスト高いものを仕上げることによってグッと質感が上がるっていうのは、そうですね、全く違いますね、やっぱり、はい、はいはい、ありがとうございます。こうちょっとしたこだわりだったりがこうもの全然違ったものに見せるんです。すごいわ、ありがとうございます、はい、であともう一つ部屋があって、これレストルームって書いてあるんですけども、ここはおトイレになります、はい、でこのおトイレの空間も結構コンセプチュアルに、作ってあるんで、まあ、ぜひ見ていただきたいんですけども、まあ、ちょっと変わった、色で仕上げてるんで、じゃこっち来てもらって、でトイレはもうここはもう海の中をイメージしたスペースになっていて、まあ、ブルーをこう中心に、仕上げてるんですけども、まあ、腰の下の部分をこうブルーに塗装していただいて、上はまあこういう水中のまあサンゴとかをイメージした、壁紙をこう貼らせてもらっているっていうような形で空間を仕上げてます、はい、ここも塗っていただいたんですよね。塗りました。このブルーっていうのが、はい、塗装の仕上がり的にすごく仕上がりにくいんですよ。でこの下地に木造の下塗りを使ってるんですけど、はい、それが白なんですね。その白とこの青っていうのは相性がなかなか悪くて、何度も塗り重ねてやってるっていうところと、このドアと岩切さんからこの中のクロスの色をちょっとこのイメージっていうのを見せてもらった時に、うんうん、
ちょっとこういいなと思ったんで、若干この青に黒さしてドアと中の色ちょっとだけ変えて、はい、ちょっと感じますね。塗装させてもらいました。こだわりだな、プロだな。いや、その辺はやっぱり岩切さんのイメージっていうのを、まあ、僕らも共有させていただいてたんで、うん、やっぱそこにちょっとでも近づけるようにっていうのはこだわりました。ありがとうございます。はいはい、でもこういう感じになったんですね。そうなんですよ。はい、全然違いますよね。やっぱ全然違いますよね。トイレでこんな楽しめるんですね。やっぱトイレ入る空間もやっぱり一個一個やっぱ楽しんでもらいたいなっていうのが思いがあるんで。基本白っすもんね。はい。だからそういうところで遊ぶという、はいはい、はい、全く違う色で。いいね、では3階へ行きましょう。3階。はい。今日は天気最高です。はい。これぞっていう感じになりましたね。はい。湘南という。でここがまあオーシャンビューが見渡せるビューパノラマのもう LDK スペースになります。はい、で、ポイントとしてはまあここに広いデッキスペースがあって、ここを海を眺めながらまあこのスペースを楽しむっていうのもあるんですけども、まあどこの部屋にキッチンにいてもリビングにいてもこう海が眺められるっていうレイアウトになってます。で、一番最上階になるんで、まあ、勾配天井っていう形で、天井高さも上げながら、うん、まあ、上から光が入ったり、風が入るような仕掛けにしていて、うん、で、ポイントとしては、あと、造作の作り付けのソファーがあったりとか、あと収納があったり、で、キッチンカウンターがあったりっていうふうにしていて、で、ここで、まあ、みんなでこう、食事しながら楽しめるスペースと、あと、夜も、こう、外をバーベキューをしながら、まあ、楽しめるスペースになっていて、で、あと、カラーリングとか、そういったスペあのポイントでいくと、まあ、基本的には白を基調に、仕上げてます。はい、で、そこに、まあ、他の部屋と同じように、こう、ナチュラル感のカラーリングと、白は白でも、あと、こう板張りだったりだとか、うん、白系のタイルだったりだとか、うん、台石だったりっていうのを、こう、実は、ちりばめてるんで、まあ、そういうところも楽しめるところかなっていうふうに思ってるんですね。で、まあ、ここもですね、結構、塗装が実は、やっていただいたところが結構あって、ここも実はこだわりポイントがあるらしいじゃないですか。そうですね。まずこの羽目板の天井だったり、まず白でこう全部塗装させていただいた後にこっちの壁やったんですけど、はい、今これ合わせて羽目板を合わせてこう全部作ってあるじゃないですか、うん、それがやっぱりこう継ぎ手がこう出てると僕的にちょっとこう見た目が、うんうんうん、クロスとかもこう綺麗に1枚になっているように見えているのに、なんかこう継ぎ手があるとそこでなんかこう人工的な感じがしちゃうなと思ったので、じゃあ1枚にしたいということで目地全部埋めて、1枚に見えるようにしたっていう感じです。継ぎ手っていうのはこう1枚横の板の縦の線ってこと？いや、この木をこう跳ね継いでるんで、うん、ここに結構深めの黒い線がビューって出ちゃうんですよ本来は。はい、それがなんか僕ちょっとかっこ悪いなと思ったんで、あ、なるほど、はい、やっぱ1枚にした方が綺麗に見えるっていうところで、うんうんうん、全部その黒い隙間をと埋め込んで塗装したっていう、ね、あ、中までね塗装していただいて、はい、なるほど、それが結構僕的にこだわってやらせてもらったところですね。はい、縦の継ぎ目もほぼあんま見えないな。そうですね、ここも結構隙間がこう本当は黒く出るんで、うん、それも全部埋めてあります。なるほど、はい、天井も同じように、はい、施工させてもらって。天井はあれですか、貼った後に塗ったんでしたっけ？こう上を向きながら、あ、そうですそうですそうです、全部脚立で、はい、やって足場やって、はい、やりました。大変ですね、天井塗装するの。いや、これ結構大変ですよ。だからやっぱり何人かで一歩施工したんで、継ぎ手が出ないように横一列になってこういう風に塗ってったって感じです、ね。はい、あ、一気に、はい、一気に。なるほど、はい、そこら辺のこう若干のこう塗り重ねの部分とかにツヤのこうムラが出ちゃったりとかしやすいので、はい、そういうところちょっと気をつけながらやります。やっぱりこう光があちこちから当たるんで、そういう歪みだったりとか結構目立っちゃったりするんですよ、うん、そういうのも懸念があったのでそういうふうに言いました。なるほど、はい、ありがとうございます。やっぱりなんかこうセパレートな感じがしますよね、うん、こっちとこっちでこうなんか空間が分かれてるというか。そうですね、はい、まあ、やっぱりこういう家具を置くことによってやっぱりこう空間が分かれてるんですけど、でもこの間もね、久米さんも来ていただいたみんなでこう十何人、ね、集まってパーティーしたんですけど、全然こう窮屈感もなく、うん、全くなかったですね。で、まあ、みんなでこう楽しめるっていうようなスペースに使えたなっていうふうには思いますね、
まあ、あの時お邪魔した時夜だったんですけど、やっぱ日中に来ると最高ですね。そうですね、オーシャンビューが。今日はね、サーフィンやろうと思えばロングボードはなんとかギリギリできるぐらいですか。できます、はい、サップやってますね、はい、よかったら外もね、はい、見ていただいて。で、外はやっぱりこうずっとこの湘南のこう鎌倉の由比ヶ浜がダーンと見渡せるようなスペースなので、この手すりをですね、こうできるだけ存在感をなくすためにこの鉄のこのフラットバーで作って、下の方はこうワンちゃんとかお子さんが落ちないような、まあ、アクリル板、透明の板を貼って、まあ、安全も確保しているっていうような形ですね。まあ、あとこう部屋感も出すためにこういうパーゴラっていうのを組んで、まあ、このスペースが、まあ、若干ちょっと部屋に感じてて落ち着き感も作れるっていうようなスペースにしてるっていう形ですね。この間もね、まあ、何度かここ来た打ち合わせとか来た時にめちゃくちゃいいのもね入ってる時がありましたよね。僕も施工してる時に一回なんか低気圧のスエルが入ってきて、はい、その時はこっちから全部レギュラーがこういやーって割れてんのを見ながら仕事してるめちゃめちゃ綺麗に入ってきますよ。そうなんですよ、由比ヶ浜もやっぱりこうスエルが入ってくるとエキスパートだったりとか上級者の方も楽しめるようなうねりが入ってくるんで、まあそういうのを狙ってきても面白いかなというふうに思いますね。僕らのホームポイントであるクソ下とか地産がね、はい、よくない時はこっち来てね、そうですね、入らせてもらったりとかしてるんで、はい、やっぱり鎌倉の尻ヶ浜だったりとかも稲村だったりとかも近いんで、ここからこうちょこちょこっと行って、ね、そっちのビッグスエル狙ってもいいですし、はい、確かに、はい、なんかこう両極端のこうポイントが両方あるんで、ね、ビギナーも遊べるのから、はい、エキスパートも遊べるのが近いんで、はい、ピッチもいいなというふうに思いましたね、ここをやってる時。確かに、はい、確かに、あれ気持ちいいっすね。でも、うん、本当にありがとうございました。梅、はい、さんもありがとうございます。いやいや、こちらこそありがとうございました。今回一緒にコラボして、はい、このプロジェクト作らせてもらって、はい、まあ、僕も非常に満足してますし、はい、ね、オーナーさんにすごい喜んでいただいているんで、はい、まあ、これをねすごいこう皆さんこの実際泊まれる場所なんで泊まっていただきたいんですけども、うん、まあ、実際こうやっていただいてどうでした？そうですね、やっぱり岩切さんのこのプロジェクトがお話しいただいたときに、やっぱりこう岩切さんと僕のこう共通の趣味というかやってるスポーツがサーフィンというところで、やっぱりこうサーファーのカルチャーというかそういう思いで一緒にやりたいねっていうお話いただいたときにめちゃくちゃ嬉しくて、やっぱりその僕もサーフィンやってまあ、横乗りのカルチャーもありますし、っていう中で、まあ、建築のこの少子高齢化というか若い子が少ないっていうところで、うん、こうかっこいいとそうやってるのをどういうふうに見せたらいいかなっていうのをずっと悩んでたところに、ね、はい、まあ、岩切さんのこういう、まあ、岩切さんのこうスタイルだったりとかこういうプロジェクトで参加させてもらえたっていうのが僕としてももうすごい嬉しかったんで、ここでどういうふうに自分をパフォーマンスしていくかっていうことをめちゃくちゃ考えて施工させていただいたところに、やっぱオーナーさんだったり岩切さんにこう満足していただけたっていうのは僕としても本当に嬉しく思います。よかったです、はい、ね、久美さんのこのロゴとかもね、はい、いろいろ考えて作られたりとか、はい、で、まあ、僕もね最初やっぱりこう湘南のこの大工さんだったりだとか工務店さん含めて職人さんをもっと盛り上げたいなっていうのと、うん、ね、少子高齢化を含めて、うん、その職人さん不足っていうのもあるし、うん、やっぱりその建築業界もっと盛り上げたいなっていうのがあって、うんうんうん、でまあ、そういうチームを作って、うん、まあ、こういう住宅だったり楽しいね、はい、ビーチハウスとか作れたらめちゃくちゃ楽しいし、はい、オーナーさんもね喜んでくれるだろうなと思って、うん、なんかそういうこうカルチャーとかムーブメントを起こせたら最高だなっていうふうに考えてます、はいはい、なので、まあ、もしこれを見てその僕もやりたいっていう人がいたら、うん、ぜひご連絡いただければ、はい、一緒にぜひものづくりをやりましょう。そうですね、はい、いやもう本当なんかこうかっこいい職人ってかっこいいなみたいな、建築業ってかっこいいなってやっぱ思ってもらいたいっていうもう本当に強く思うんで、うん、もう本当間違いないです、はい、そうですね、そういうなんかチームと一緒にやれたら嬉しいなって、はい、僕も思ってます。ありがとうございます、はい、でこの、まあ、今回のその YouTube のコラボっていうのは、久米さんがやられている、はい、その久米風呂チャンネルでも、はい、ご紹介していただけると思いますので、はい、まあ、総合リンクやりながらやっていくので、はい、そちらの方も皆さんチェックして、はい、チャンネル登録してみてください。まあ、サーフィンしない方でも楽しめる内容になってるんで、はいはい、よろしくお願いします、はい、
で、あと、オーナーさんにはまだ許可取ってないんですけれど、まあ、ケンロック TV の 毎回恒例のケンロック TV を見たっていう予約をすると何か特典がつくっていうのはちょっとやっときたいなっていうふうに思うんですけど、それでも許可なしなんですか？今のところ許可なしなんですけどこの後ちょっとオーナーさんに、はい、ちょっとこれいいっすかって言って、うん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 、なんか特典をつけてもらうんで、はい、皆さん予約するときにケンロック TV を見た、クメブロのチャンネル見たっていうふうに言っていただくと何かいいことが起きるかもしれないんで、はい、ぜひチェックして、ぜひチェックしてください。予約の時に、はい、コメントしてみてください、はいはい、結構サーフィンの方では僕なんですかおちゃらけで出てくることが多いんで、うん、まあ、もしケンロック TV の視聴者の方にもサーファーの方多いと思うんで、 もしかしたらチャンネルクメブローズ見てくださってる方も多いと思うんですけど、もう本当、まあ、塗装だったりこう建築業っていうのは本気でやっているので、やっぱそこら辺がこうギャップだったりとかがあると思うんですけど、うん、こっちの一面も本当見ていただきたいなっていうのがあったの で、ね、本当にいい機会いただけてありがとうございました。もう実際にそのクメブロのチャンネル見てる方で、はい、塗装をやってることを知らない方も結構多いんじゃないですか？そうなんですよ、はい、なのでここ最近はやっぱり自分のこうライフスタイルだったりとか仕事だったりとかを前面にこう色々出していってるので、ちょっとずつ塗装屋さんだっていうのを認知いただいていて、それこそSNS だったりとかでお仕事いただいたりとかすることも増えてきたので、うん、まあ、でもこういうまだまだ僕が塗装業をやってるっていうのがまだ知られてないので、まあ、これもきっかけにみんなに見ていただけたら嬉しいなというふうに思っていますし、まあ、我々チームでコクメトとやってるので、まあ、どれぐらいだろうな、もう3、40年ぐらいこうやってきてるところなので、うん、まあ、お父さんからも、ね、代からやられてるんで、はい、親父の代からやってきてる、そういう、まあ、テクニカル的な部分も施行させていただけたら嬉しく思いますし、やっぱこう塗装ってこう先ほども何度か言ってお話ししたんですけど、見た目的な部分ももちろんありますけど、うん、やっぱりこう保護だったりとかそういう部分もありますし、まあ、塗り替えだったりとかだと、うん、やっぱこうやらなきゃいけないなみたいな、ちょっとマイナスイメージマイナスなとこから入ってくるお客様もいらっしゃると思うので、そういったところ一緒にカラー色決めだったりとかしながら、なんかこうまたリスタートじゃないですけど、うん、楽しめますね、はい、そういう部分でなんかこう楽しんでいただけるような、うん、お仕事を僕もしていきたいなというふうに思っていますので、はい、ぜひ僕も塗装やってるのでチェックしていただけたら嬉しく思います、はい、エリア的には湘南を中心に、はい、まあ、東京、神奈川、そうですね、エリアぐらいがやられてるってことですよね、はいはいはい、であと外壁塗装とか、そうですね、一般住宅の塗装が基本多いんですけど、うん、まあ、アパートだったり工場だったりとかそういうところも手掛けさせていただいているので、まあ、こういう、まあ、岩切さんのこのプロジェクトのこういう内装だったりとかも、はい、やってるので、はい、もう今回も存分にちょっと宣伝させていただいちゃったような感じになっちゃったんですけれども、はい、はい、まあ、一緒にね盛り上げていきたいんで、いやもう本当に嬉しかったです、はいはい、ありがとうございます。どうですか、またこういうプロジェクトってやっぱあったりするんですか、なんかこう岩切さんの湘南エリアの。そうですね、はい、湘南自身はまだ今そんなに多くなくて、はい、結構全国でまちづくりぐるみで結構やらせてもらってるんで、また湘南でまたプロジェクト始まってぜひお声させてもらって、いやこちらこそよろしくお願いします、はい、その時にね、まあ、他の職人さんも一緒にジョインしてもらってね、はい、またこういうふうにこう一緒にものづくりできたら楽しいです、はいはいはい、じゃあそんな感じで、はいはい、じゃあ今回もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました、はい、じゃあ最後にケンロック TV で終わりたいと思いますので、はいはい、What's up ケンロック TV。